え最初の登壇者の方は佐藤舞さんです。よろしくお願いいたします。では画面をオンにしていただけますでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。がとうございます。私はではちょっと。じゃあ、えっと、始めさせていただいていいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい。はい えー、ヒルズブレックファーストさんであのお話できて大変光栄です、えー。お寺とテクノロジーでワクワクする空間をというお寺ステイというあのサービスをやっていますシェアウィングの佐藤舞と申します、えー。この会社始めてちょうど4年目というところなんですけれども、えー、私の自己紹介から入らせていただきます。えー、ともともとですねあの一番最初の会社としてはベンチャーキャピタルで2年ほど修業をさせてもらった後に 自分が関わったアロマの機械で空間を演出するベンチャーで、えー、とそのままあの投資先だった担当のところに入りながら、えー、とやっていました。えー、なぜあのお寺なのかって聞かれることがよくあるんですけれども、もともとお寺出身でもお寺の,あの関係者でもないんですけれども、えー、お寺のお友達がいまして、お寺の町田のお寺で遊ばしてもらっていることがきっかけで、こんな場所で。 あの、いろんな人が集まれたら面白いことが行われていくんじゃないかな。場の力を使って何かあの新しいことをして日本から世界にあの魅力伝えたいなと思って始めました。会社のミッション、心と体を整える時と場を日本から届けるあ、日本から世界に届けるということをミッションにやっています。もともとカフェやっていたり、岩盤浴を作っていたりという経緯もあって、あの場の力だったり、場を使って 健康だったり幸せに何か貢献したいなということをずっとあのライフワークとしてやっていてお寺がその場所として一番面白いんじゃないかなと思って今事業をやっています今4年間経ってですね6カ所のお寺のお手伝いえお手伝いというのは宿坊という形でお寺で泊まる事、えー、業を中心にお寺に関わらせてもらっています 最初の頃はイベントだったり、あの座禅のセミナーをやったりっていうことが多かったんですけれども、今も定期的にあのイベントはやりながらも、えー、宿坊の授業を中心にやっています。シェアリングのメンバーとして、今あの様々なメンバー増えてきてるんですけれども、も、えー、社内にえっ、ー、と3名、あのお寺お寺というかですね。お坊さんえー、漱石を持っているメンバーがいるって言うのが1個特徴かなと思います。 そのほか、金融だったり宿泊のプロフェッショナルだったり、さまざまなプロフェッショナルの人たちが入ってきて、今、授業を行っているというところです、えー。授業内容としては、お寺での学びや感動をリアルとオンラインで提供するということで、宿、え、坊、ー、授業を中心としたお寺ステイ、えー、あと、お寺で働いたりするあの、リモートワークするお寺ワーク。 あとですね、オンラインでの、えー、宿坊体験、修行体験を提供するクラウドホテルという3つの授業を今、軸にやっています。あれ <laughs> えっとですね、そうですね、リアルの方での授業がほとんどだったんですけれど、このコロナを機にですね、えー、心と体を整えるという体験をリアルだけではなく、オンラインでも提供できるんじゃないかということで、新しいチャレンジとして、えー、去年の10月から、 オンラインでのサービスを提供し始めましたえ、今後はですね。リアルとオンラインのあのー、お客さんというかですね。ゲストを相互にあの行、ー、き来できるようなサービスにしていきたいなと思っています。今全国でですね。高山善光寺高山から始まったのを軸に。今群馬と東京。あと、山梨県はみのぶという日蓮宗の総本山の根元の。ところと。 那智勝浦、これは熊野古道のある和歌山県での今6拠点目があります。で、つですね、京都でも、えー、あの3月から始まりそうで、今、綾部というところで始まりそうです。えー、世界中の今、トレンドとしてあの、単に宿泊するホテルではなく、ライフスタイルホテルと呼ばれる、えー、滞在そのものが目的になるような新しいホテルの形態が広がっています、えー。宿坊自体は日本を代表するようなライフスタイルホテルになっていくんじゃないかなと思って。 えー、やっております、えー、今までの3年間でですね、えー、5拠点累計1万2千人ぐらいの人が宿望に泊まりに来てくれていますお客さんの特徴として一般の人よりもですねやっぱりウェルビーングとか文化とかって言ったところに関心を持ってくれてる人が、えー、泊まりに来てくれているのが特徴じゃないかなと思います 今後もメンタルヘルスやそういった文化に関心の高い人をペルソナに世界中からお客さんに来てもらおうと思っています。私たちの大きな特徴としてやはりその仏教、お寺をあのやっぱり使っているというところの個性とその持っている場の力、あとですね出会いと発見をまあ提供しているっていうところが大きな提供している価値だと思っています。出会いというのは人だけではなく新しい自分だったりあのそういった内面の部分の出会いも。 含ままれていますで今全国にです、ねえー、宿泊事業を展開しておりまして、あのー、場所を限ってるわけではないんですけれどもやはりです、ね、観光地だけではなく地方に持っている魅力の部分にも、えー、着目しながら、えー、なかなか、あのー、観光地があるから行くというのではなく、あのーまあ、地方ならではの面白さを探して、あのー、行ってくれるところを増やしています。 1拠点目の高山善光寺はです、ね、あの高山あの群馬県にある、岐阜県にある高山の,の町のど真ん中にある宿坊で、ここはもう灰寺になりかけてたところを、私たちが中に、えー、社員も入れて、えー、再生したという事例になります。5部屋ありまして、もともとは13部屋で、非常にあの安い、クパーカーの宿みたいな形でやってたんですけれども、えー、部屋数も限って、 単価も上げて内装も少し水間をきれいにしてお客さんの客層を変えるという形で再生をしました今年間4000人ぐらいのお客様が来てくれていて非常にうまくいってるかなとただこのコロナの状態でやっぱりなかなか難しくもなっているのであの宿泊だけではなく学びの体験を提供するということでお寺ワークということを今やっています でお寺ワーク自体は、えー、とお寺でのリモートワークをするというところだけに限らなくてお寺の学べるコンテンツ、えー、座禅だったり写経だったりといった学びを組み合わせていくというところと本堂を使ってです、ね、経営合宿をしたり、あのー、そういう仲間との絆をつなげるような、えー、そういったあのワークショップを提供したりということであのハードだけではなくソフトも提供できる。 さらにそこで泊まれるので時間を気にせず長い時間その場所に入れるというところが一個特徴になっているかなと思います今はなかなか人が集まれないんですけれどもこのコロナ必ず開けるのでコロナが開けた後にはですねオフィスがだいぶ減ってきたりリモートワークが増えてくる中でちょっと特徴のあるお寺での学びや働き方があるといいなと思ってます。 もう一つオンラインでの泊まれる宿坊という形でクラウドホテルというサービスを始めました。これは新しい習慣を身につける新しい習慣を、えー、自分一人ではなかなか作れないところをお坊さんが伴奏してくれたりそういったことをやりたいという仲間と一緒にやるというところが特徴です。ちょうど10月15日から、えー、去年始めまして、えー、テレビとか雑誌とかでも結構取り上げていただきました。 1> で第1弾としては朝修行という形で朝6時にあのモーニングコールもしてたんですけれども朝6時に起きて7時まで座禅をしたりサブといってお部屋を片付けたりということを毎日毎日朝提供するということで、えー、今日も朝皆さん起きてきて大変だったんですけどみんなでやろうということでやっています私たちの目指す世界としては えーまあ、ちょっとこの下手な私の絵で恐縮なんですけれども、今までリアルだけだったのが、よりオンラインになることによって、時間や、えー、場所を超えて人がつながれるようになってきたので、そこで心と体と精神の安定を、えー、リアルでもオンラインでも提供できることによって、えー、幸せに貢献できたらなと思っています。ご清聴ありがとうございました。 はい、佐藤さん、ありがとうございました。正しいですね。すごい難しい。<laughs> ちょっと難しいですけどね。<laughs> す,すごく、あの、めちゃめちゃ興味深いお話、ありがとうございました。ありがとうございます。いますはい、あの、いろいろ聞きたいことあるんですけど、ちょっと最後一問だけ、あの、質問できればと思います。はい、あの、私も一度、お寺で、まあちょっとこうヨガみたいな体験をしたんですけども、あの、すごく良かったんですよね。なんか、こう、いろんな、はい こ通りのさやずりとか、まあ、普段あまり聞けないような,なんかこう体感っていうのがあってあこういうのってすごく面白いんだなっていうのをのすごく思ったのを思い出しましたでそのお寺の方々といろんな話をされていると思うんですけどもなんていうんですかねその皆さんどういう感じでこういう新しいこう波を考えられているのかなと思ってあの聞きたいなと思いまして、まあ、前向きな方が多いのか、はい、それともちょっとやっぱりこう最初抵抗がある方とか多いのかどんな話をされているのかなってもしよろしければ、はい、いでければなと思いました。 えっと、結構言われるようになってきたんですけど、お寺って7万7千もあって、コンビニより今多いって言われている中で、うんえっと、基本的にはやっぱりあのコンサバティブなあの保守的な業界なので、うん、あんまりそんなにあのやろうやろうっていう感じかっていうと、全体的にはほとんどまだまだそんな状態じゃないかなと思います。あ<ー>なので、まあ、1%ぐらいのお寺が変わったら、あの世の中変わるんじゃないかっていうのが数値的な目標なので、うん、まあ7万7万七千なので、まあ、770。 まあ、千ぐらいのお寺が変わっていけばというところで言うと、まだ関心持ってくれるところ1%もあるかな、どうかなっていう感じかなっていう感触です。なるほど、なるほど。でも、あの、そうですよね。リモートワークとか、まあ、そうしてる立場からするとすごく魅力的で、ね<ー><の>そう思いますよね。増えたらすごく魅力的だなって思いました。<laughs> 今、あの、チャットの方でも、あの、 お父さんのプランでお照らしていきましたっていう方もコメントあったりしま本当ですかはいはいはい。ちょっと後でちょっと見,ます <laughs> 見てみてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。素敵なお話ありがとうございました。はい。